ちゃくちゃいい朝を迎えたので、朝をお届けします今日めっちゃ晴れてて、昨日からずっと晴れてて、ずっと新潟雨が続いてた新潟だったんですけど、昨日今日と晴れてて、今日は昨日はなんかめっちゃ早く寝ちゃって、気づいたら11時前ぐらいにベッド入って目覚めてみたいな感じだったんだけど、めっちゃ寝て、朝は目覚ましもかけ忘れてから、その太陽の光で起きました。これはもう太陽の光で起きて二度寝するわけにはいかないと思って、元気だから配信しようって。おはようございます。今下地だけした状態で、顔がトーンアップした状態から顔がとっても白い。おはようございます。ハートありがとう。水曜日、まあ平日のど真ん中ですが、平日ど真ん中ですが、声はいつも通りです。皆さん頑張れてますか長袖デビューしたちょっと前、ほんとここ1週間ちょっと前ぐらいか。噂のなんだっけこれ、毎回忘れる名前、スパチュラ、嘘みたいに綺麗に均等にファンデを伸ばしてくれます。メールは多分まだ届いていない。おはようございます。俺は死んでるけど、とりあえず仕事してるよ目に疲れが出てる。そんなあなたにヘッドスパ、私月曜日ヘッドスパに、初めてヘッドスパだけ予約していった。美容室でヘッドスパだけ予約ってちょっとなんか気まずさあるけど、本当にどうしても行きたくて、でもそこのヘッドスパ結構7000、8000ぐらいして、いい値段するからこれだけでもいいかなって思って、普段行ってない美容室にヘッドスパに行ってきました。めちゃくちゃやばかった。本当に気持ちよすぎてさ、記憶飛んでてさ、なんか忘れてたんだよね、行ったことすら。本当に忘れてた。終わった瞬間なんか、なんでここにいるんだろうみたいな、何してたんだろう多分ただ爆睡してただけなんだけど、めっちゃ気持ちよかったから爆睡できたっていうことじゃないですか。いや朝ウォーキングマジであり、もうさ、運動スポーツの秋だしさ、
ランニング始めようかな。無理な筋肉質だからすぐ足筋肉ついちゃう。つきやすいんだよね。だからちょっとの筋トレでもすぐついちゃう。昨日も筋トレ頑張ったわ。汗かきながら。筋トレはね、普通にするだけじゃなくてしっかり呼吸をしながらすることによってじわじわと汗をかいていきます。昨日涼しくて窓開けてたのにめっちゃ汗かいてすっごいよかった。筋トレ配信はしたいけどそんなスペースがない。家見せたくないし金だからさ、NGT のジム欲しい。どこの K-POP アイドルやねんって感じだけど。NGT の事務所にジムができてくれたら最高。みんなスタイル良くなっちゃう。インストラクターは雇います。それか私が資格取る。メンバーにだったら教えたい。私の本業何って感じ。ヨーグルトです。アロエ。お腹の調子悪すぎてここ数日マジでお腹痛い。チューブ共演ちぶさい京香さんです。燕市出身のアスリート格闘家です。マジかっこいいよね。私よりめっちゃ小柄でさ身長低くてさ小柄かっこいい。その場合は増量って言ってたな。試合前になると増量するって。増量はしなくていいから。暖房まだつけてない。他のメンバーえちゃんぐらい筋トレしてる。なんかそんなに今日も筋トレするかって感じではいないと思うけど、してると思うよちゃんと。みんなでみんなスタイルいい子多いもん。2期生とか姿勢はみんなやってると思う。筋トレとかなんかまあそういう体幹トレーニングみたいな。
生真面目なスタイルいいよね。やめてった1期生もう1期生みんな本当に細くて、全然自分全然細くない方ってぐらい。卒業メンバーが出る前26人いた全員見ると2人いい子ばっかりで、自分めっちゃ太かった。でもこれでも太いって感じちゃってもうさ、おかしいよね感覚。アイドルやってると本当に感覚おかしくなる。一期生は本当に細かったな。衣装さんがその頃は今と違うんですけど、めちゃくちゃ厳しくて、本当数キログラム太るだけで怒られてた子いたらしくて、私はなんかわかんない、あんま怒られてなかったんだけど、子供だったからか、私体重のそんな変化なくて別にみんなよりは細くなかったけど、体重の変化なかったからその怒られることなかったけど、結構ねちょっと体重変わるだけで怒られてるみたいなぐらい厳しかったんです、昔は。おはよう。男子としては少し肉付きがいい女子がタイプですけどね。そうだよね、私じゃん。割り勘の正式名称マジ勉強になった。割り前勘定、割り勘定、どっちだっけ。割り勘の皆さん正式名称知ってますか？割り前勘定って言うんですよ。カタチューブで習いました。すいません、友達からちょっとか可愛い赤ちゃんの動画を送られてきて、どうしても見たくて今見ました。正直に言います。可愛い可愛い、あー可愛い。あとなんだっけ、割前勘定、おなら、おならの、おならの正式名称、わかりますか？これ覚えておいた方がいいよ。丁寧語なんだって。おっていうのがお土産とか丁寧語のおなんだって。お土産、お土産、友達の赤ちゃんです。
正解が出ました。仕事行ってきます。また行ってらっしゃい。正解出ました。おならしです。そうです、おならが出ちゃった時はおならしが出てしまいましたって言ったら許されます。皆さんやってみてください。あ、おならしが、待って、正式名称なら星にならないのよ。丁寧語やな、やっぱり。え、何この草、草。気づかなかった。今まで気づかなかった。臭いこの薬。あとその2つだったっけ、正式名称やったの。割り前感情を鳴らし、あ、ボールペンだ。なんだっけ、ボールペン、ボールペンの正式名称なんだっけ。ボールペイント、ボールボールペン、ボールペ、ん、ボールペンシル、ボールペーパー、ボールポイントペン。あ、それだ。勉強にためになったね。コナなくした。なくした。お元気、ありがとう。お元気だよ。今日は太陽の光で起きたからお元気だよ。今日は部屋片さなきゃ。今日こそ。この前のいつからか公園、今週お掃除が怠っていて、ボールペイントペンだな。あった、まあいいってなるね。ボールペンの方法の正式名称知ってる？ボールポイントペンだよ。割り前勘定しよう。割り勘。おはよう。朝、朝初詣訪問さんが多い。タンタタンタンタタンタン。朝マック食べながらいいな。私ほんとにお腹がやばい。お腹調子悪くて、なんか食べても食べてもどんどん溜まっていくだけ。何、食物繊維が足りないかな。食物繊維、キャベツ、どこ行ったんだろうかな。昨日持ち歩いてて、
次ここだ。なんでもポーチ、私のなんでもポーチ、なんでもポーチすぎて絶対に見せられない。なんか汚い。まとめてればさ、見えないところでまとめてれば綺麗じゃんってタイプだからさ、大型なんだよな。あ、お腹痛くなってきた。今日も今日とてヨーグルトが調子を出している。お腹の、今眉毛サロンに行くために頑張って眉毛を伸ばしているので、あんまり見ないでください。あとちょっとしたら綺麗になります。なんか眉毛、自分で眉毛絶対自分で整えられるようになった方がコスパいい。効率いい人間になりたいな。ワイヤレスイヤホンが壊れて泣いてる。ああ、ワイヤレスは辛いわ。それ辛いわ。ワイヤレス高いもんね。アップルかな。アップルだとしたらショック。あ、ほうれん線、このほうれん線消したい。そしたら顔の印象だいぶ変わりそう。こっちはございます。窓窓はもう開いてる。なんて久しぶりなの。お皿もこんなにたくさん。今の気分そんな感じ。あ、ディズニーみたいな。S 社、いっぱいある。 S、 一番有名な S か。今日の新潟ヤバ晴れ、バチバチ晴れだからいい朝を迎えました。ハートありがとう。明日ツインテール縛り公演らしい。え、マジ誰誰そんなこと言ってるの。やばい、もう暑そう。でも寒いんだろうな、風冷たくて。
と洋服難しい。日が落ちるともうニットでもセーターでもちょうどいいし、ちょっと肌寒いぐらいなのに、日があると暑い。マジだよ帰り帰りの友達来た。マジか、明日当日刀剣で生きてツインテール縛りだからですかそれは来てよ来てよ。え、そうなんだ、知らなかった。それ業務連絡してもらわないと困る、心の準備が業務連絡で来てないよそれ二度目まして初訪問。初訪問さえ多い。推しの配信、朝配信が終わった頃の時間なのかな、それぞれみんなさんの。ツインテ似合うからいいや。似合うけどさロリロリになるんだもん。あ、お腹いっぱい。苦しいのにお腹すくっていうの辛い数日間を私は過ごしている。でもいい朝、お天気いい。もうこれ以上寒くならないで、今がちょうどいいよ。本当に本当に本当に。でも、もう秋終わったよね基本的には。夜めっちゃ寒い。冬服もだって、あのデパートっていうかショッピングモールとか洋服もさ、もうお店にあるのほとんど冬服なんですよ。まあ冬来ると新潟だって感じはするけどね。いや今日絶対寒いわ。なんかもう今も寒い、窓開けてもいないのに。日が出てるけど寒い。でも一番ちょうどいいんだよな。うわ、キャンプしたい。マジでキャンプしてみたい。一回だけあるけど。クマパジャマかわいいっす。かわいいでしょ、ちょびいげ。まだダウン買ってない。もうなくなっちゃうよ。ノースフェイスのダウン、どの形が一番可愛い？男の子っぽくならないシルエット。おはよう。春は待ち遠しいね。春はどこから来るのだろう、だってね不思議じゃないか、不思議じゃないか。オフェスの会場でキャンプしたかった。確かにテント張ってた人いっぱいいたけどね、気候的にはちょうどよかったかな。ハートありがとう。デコ出しになってしまっている。でも私は今眉毛を整えるために伸ばし中だから、絶対におでこ出しなんかできないとか言いながらすっぴんのでこ出しを晒している。
ね、鼻かゆい、やっぱりさ、秋花粉かな、ほこりかな。最近隅々まで掃除できてないからかな、ほこりかもって言ってたらめっちゃ痒くなってきた。人間気持ち、人間すべて気から気持ちから来てる。痒いと思ったら痒くなり始めたもん。ご飯はヨーグルト食べました。トカチのパンさ、昨日さ朝から3本食べたらさ、お腹がさ死ぬほど苦しくなっちゃった。トカチのパン3本と柿、フルーツの柿と柿を6切れぐらいとサラダ食べたらパンクした。その日マジで何もいらないってなったけど、夜は普通に食べました。トカチのパン久々に見たらなんかめっちゃ美味しそうでさ、しかもあのくるみでバタースティックの、トカチのパンっていうかトカチのバタースティックのくるくる細長のパン、パン後から来るのかな、なんか柿がお腹に溜まりやすいから苦しかったのかなって思ったりしたんだけど、朝からきっと打ち上げすぎたかな。牛乳も飲みたくて牛乳も飲んだ。牛乳も意外とお腹に溜まったりするよね。そんなことない？牛乳結構お腹にくるんだよね。私朝しっかり食べるのは大事ね。私もそう思います。ヨーグルトしかまだ食べてないけど、とかパンさ食べなきゃ。昨日3本食べて今日も 3本はいいや。でもさ、パン賞味期限さすぐだからさ、すぐ食べた方が美味しいじゃん基本。いや、やっぱ昨日食べ過ぎてたんだ。柿も牛乳も結構お腹にきた。柿のフルーツ美味しいよな。柿、栗がフルーツじゃないか。柿本当に大好き。もうジュクジュクの柔らかいトロトロの柿がいい。もう今にもダメになりそうな柿が一番うまい。気をつけなきゃ。栗ご飯はもう食べた？私は食べたよ。なんで食べたんだろう。なんで食べたんだろう。ケータリングかな。ケータリングだ。東京のおしゃべり会の時。
メイクしてるから楽だぜ。おはようございます。スイスイってスイスイのスイスイのスイスイですか？はい、嬉しい。お疲れ様です。フィーニャです。Xガールのトレーナー欲しい。可愛いのいっぱいある。こういうブランドって値段が結構さ固定だからさ迷うね。買うの同じパーカーはもう1万4000円とかさ、結構同じ値段が多い。この前1着だけ買った X ガールでトレーナー。 X ガールはやっぱ自分の中でスケボーするときに着たい気合入る服なんだよね。結局展示会で買った服数回しか着れなかったな。スケボーしようと思ったのに、ね、まだ間に合うか。半袖ゆなこから、ゆなこの夢ゆなからもらったアイロンしよっかな。お腹痛くなってきたかもしれないかもしれない。かわいいのあるけど限度が変わる。そうね、ロンティーまでかな。限度額に1万円設定だからね。なんでなんだろう。消費税込みで1万1000円とかそれあるからさ、むずいよね。1万5000円にするだけでだいぶ広がりそう。まあ喋り会できてるのかわいかったでしょう、ね。夢ゆなからの誕生日プレゼントです。ずっと欲しかったアイロン。メイクさんもみんなこれ使ってて、初期の頃から使ってるからめっちゃ使い慣れてるっていうか、やっぱ私のアイロンもさ 2way でここめっちゃ熱いから、ここ触れてるのだけで感動。2way のせいで髪傷んだらしい私。 2way だと外側こうやってる、外側も熱いから熱が伝わりすぎて
美容師さんにもなんか杖やめろってずっと言われてたけど、はい、ちょっと考えますって言って。やっともらい物ですが、プレゼントですが、 2way じゃないストレートアイロンゲットしました。頭に乗せたやつ、消費税は超えてても許された。ちょっと最近緩いね。なんかリップオレンジにしたらギャルみたい。眉毛整えたらデコ出しよう。でもな、おでこのニキビ治ってからにしよう。耳かゆい、喉かゆい、花粉症、薬飲もう。薬飲みすぎてる。薬でお腹いっぱい。おはようございます。めちゃくちゃいい天気。今起きたの最高じゃん。ハートありがとう。すごい朝多いな、みんな。ちょうどこの時間に起きた組じゃない9時に目覚ましかけて寝起きで9時3分にコメントしてる枠、今のおはよう枠はそれか9時に推しの配信が終わって覗きに来た枠。いろんな妄想できる。今日は水曜日だよね。お花ありがとう、ハートありがとう。おはよう。姉ちゃんが配信始めたらめっちゃでかい通知を鳴らすようにして。何その設定何その設定、その音だけ、音変えてるの。どんだけ爆音なんだ。かわいい、ありがとう。スケボーショート1万いってた。すごい、めっちゃちょこちょこ。
北京から帰ってきたわくね。お疲れ様。えらい眠いじゃん。仕事しなきゃいかんけど推しの配信見てるわけ、たまにはそういう日もあり。綺麗になれてるちょっと番組見てましたよ。嬉しい。ロッチさんと番組やらせていただいていました。聖司玲奈です。会いたーい。ロッチさん母さんとコカドさんに会いたーい。在宅起きて即仕事。在宅もさ、コロナの時からずーっとみたいな人多いよね。コロナからもう在宅になったのかな。はにゃ、はじめましてがいっぱいで嬉しいな。たた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 、いいな。たまたま起きたらやってたわく。イエーイ、やったじゃん。起きたらレイナの配信やってた。いい朝だね。いい朝を迎えた。トカチ一本食べよっかな。トカチ呼び。またスティックパン。ココア買ったんだ。牛乳とココア飲みたくて。冬この時期ココア美味しいよね。大好きココア。でも最近ココアの種類ありすぎて何がいいかめっちゃ迷った。スーパーで騒ぎ。トカチは焼いた方が美味しい。あ、腰痛い。絶対通わなきゃかな。お金かけなきゃかな。体のケアに。やだよ。病院行きたくないよ。でもね、肌をきれいにするね、お薬を買ってみた。ちゃんと皮膚科で初めて。今まで肌自力でやってきたけど、若いうちにちょっと試してみようって思って、1ヶ月3000円ちょっとで。人によってはいっぱい量を取るらしいんだけど、肌荒れひどい人が飲むとめっちゃ効果ある薬だけど、せいじさんはそんなにひどいわけじゃないから少ない量で1ヶ月3000円ちょっとで試してみることにしました。1ヶ月で効果は出るのか。3ヶ月やって効果出なかったらやめよう。人によるからね、効果。病院の薬でも肌綺麗だよ。綺麗なんだけど、なんていうの、キメがちょっともっときめ細かいベビー肌を目指したい。ファンでもしなくていいぐらい綺麗になりたい。めんどくさいじゃん。し、めんどくさいはまあそうだけど、ファンでしなくていい肌になったら、ファンでってメイク肌にめっちゃ負担かけるから
なんでしないことによってまたさらに肌にいいことしかなくてって感じ。まあさ、アイドルやってるうちはメイクするけどね、多分卒業してからファンデなしの肌っていきたい、もし綺麗になれるのであれば。なんか太ったレナ、ここ数日で太ったかも、やばい。夏が痩せすぎてたんだよね。卒業するんですか？待って、薬で匂わせやばい、しないです、ごめん、匂わせみたいになっちゃった。私が肌をきれいにし始めたってことは卒業かとはならないです。すいません、ごめんなさい。すいません、まだいます。でもそう、その肌きれいな薬もさ、そんなすぐ効果出るとも思ってないし、やってるうちだけかもしれないし、飲んでるうち試してみたいっていうので1ヶ月分お試し購入してみただけ。エラがすごい、絵に描いたような顔になる、すごい海外のなんかショーレディーのイラストみたいなので、こういう顔ありそう。めっちゃまつげ長くて、絶対に自分の中でしかわからないことを今言葉にした。対応するか。あ、かゆい。半分に分けます。朝ごはんヨーグルト、ハロエヨーグルト食べた、お腹の調子悪い。あ、つい、こんな暑い今ね、触った髪が、この髪が熱かった。もうほぼストレートやけどな、自分。ゆめたんとゆなたんからもらった色です。これをずっと待っていた。4月からくれるって言ってたから、私はそれを信じて待ってずっと欲しかったストレタイム我慢してたけど、もらった、もらえた、嬉しい、プレゼント嬉しいから買わなくてよかった自分で。2人してさ、どっちがアイロンあげるかっていうのでさ、ちょっと戦ったらしくて、戦ったわ、嘘ゆめがあげるって言ったら、え、ゆながあげたいみたいになったらしくて、じゃあ一緒に買おうってなって二人でくれた。おはようございます。かわいいよね、ゆめゆなって。後輩だとはもうもはや思ってないけど、すごくいい友達です。メンバーじゃないんかい。ゆめはメンバーです。ゆなことあいなはもう友達です。いい友達に巡り会えた。 NGT に入っていいファンの人たちにいっぱい出会えて、メンバーから友達になるぐらい仲いい子がいっぱいできて、県外にも友達できて、それだけで人生すごくいい人生送ってる気がする。新潟 NGT になってよかった。はるかの MC みたいになっちゃった。あー NGT に入ってよかった。
35億。え、なんで辞めると思われるの？さっきも言われた。辞めないんだが。申し訳ないけどまだいるんだが。まだいさせてくれ。ガチチンしてきた。バタースティック。はい、ありがとう。軽い。NGT ファイト。ありがとう。A ちゃんがライフワークなので。お仕事？お仕事？人生のお仕事。嬉しいな。一回サンシャイン池崎の時は、サンシャイン池崎さんの時ありました。あれははるかが瞑想してた時期です。かわいそうにかわいそうにあんなことになってしまって、私もやらされる羽目にというか自分からやりました。やらなきゃすっきりしなくて、私結果やったのは私とマシだけで、あれはよう。はるかの MC はな、オチに使われること多いからな。いや、私はだいたいはるかの MC の餌食になってる人です。逃げられたことはありません、私とマシモカホは。チンコロリン、じゃん。ここはだるまありがとう初見さん。この間公園の村長の MC の内容が真面目に逆に笑った。真面目だったね。何だったっけ。生きてる中の一番古い記憶と、それが2個前で、おいしいココアに牛乳入れた。じゃん、バタースティックのくるみバージョン、初めて見た。くるみが入ってるの。朝はパン、スクショ塩パンで、
生活感丸だし、このキッチンペーパー熱い、ちょっと焦げ目ついていい感じ。いただきます。うまっ。くるみ、くるみすごい、めっちゃ美味しい。ホクホク、パンもね、ふわんってしてるんだよね。めっちゃ空気みたいに軽くて、もうバターがね、ほんのり広がる感じもたまらないし、トーストして大正解。くるみ、そしてミルクココアをかき込む。うん、最高の朝。これぞ朝、朝にしかできないこの優雅な時間。うまっ。そして夏だったら絶対こんな美味しくない、美味しく味わえてない。寒い季節にはココアだね。お腹空いちゃった。朝食べない人間の朝は食べなきゃダメ、食べなきゃ一日頑張れない。朝食べないで昼間元気じゃなくて、まあ疲れたってなってももう言い訳できない。だって朝食べてないから。朝食べてなっちゃったら疲れてんだなってなるけど、朝食べると全然違うよ、頑張れるよ。これは本当にマジ、朝元気ない子って大体朝食べてないもん。朝食べたって聞くと食べてない。でもさ、そういう子ってさ食べれなかったりするからさ、食べたって聞かれるの結構嫌だよね。おせっかいってなっちゃうかなって思ったり思わなかったり。おいしい、あったか、熱くなってきた、いい朝。暑い、汗かきそう。朝食べて昼はもう食べない。あー、それあり。でもそう言ってる人は偏見だけど、そう言っといて朝も昼もめっちゃ食べちゃう。結局昼少なめにするかって言ったら、気づいたら大盛り完食してるタイプ。暑い、バスケ部になる。私レッスン中気づいたらこうなってるタイプ。最初は突っ込まれたけどもう誰も突っ込まない。公開なの、女の子にしてはね。
でも今だけ女なの、女とか男とか関係ないから、女だって男の服みたいにかっこいいことしたいし、したいわけじゃないけど、男の子だって可愛くあっていいと思うしっていう時代じゃない？ママ時代か語るの好き、語る人好きじゃないけど今語っちゃった時代。朝起きてすぐでも食べる人大事。朝起きてまず水飲んで朝食は30分後がいいとかさ、なんかあるけどさ、そんなこと考えてたらちょっと大変になるよね。朝がつる食べるとお腹下す、あー腸活、腸内環境めっちゃ良くなるからね、腸活。でもそれですぐ出ちゃったら楽だね。でもそれが続いて仕事みたいになったら辛いね、むずいね。まあ慣れだも悪いそうだけどね。何の話してんの、何のアドバイスしてんの私。お腹ぐるぐるしちゃうの辛いよねっていう共感。おはようございます。めっちゃその気持ちわかる、私もそういう人間。可愛くなるね、見ててね。可愛くね、とびきりの愛を込めて、よろしければお尻しちゃってくれませんかなんてね、超ピリマジなの期待していいですか。はい、ハニーワークスさんの可愛くなりたいだっけ。つぐと TikTok 撮ったな、 TikTok なかったかな、あの時期。インスタのリールに載ってるんだよね、はるか昔に載せたんだよね。あの頃 TikTok ないのかな。 TikTok っていつからできたんだろう、ちょっと調べてみよう。2017年5月だって。え、でも出来たての時はまだそんな流行ってなかったもんね、出来たて。流行りだしたのいつだろうね。2017年5月に海外に向けての提供だ。その頃日本はまだそんなだったんだね。あ、日本はまた別なのかも。あ、でも2017年の夏だって。2021年9月末にユーザーが10億人を超えたって。今入れてない人いないもんね、 NGT もやってるから、ファンの人もきっとね。どんどん新しいのができてるんだな。また新しいさアプリができたりするのかな。動画の最初はだってバインから始まって、ミックスチャンネル流行って、歌詞動画とか友達とツインズでダンスみたいな、双子ダンス流行って、今は TikTok で、次はみたいな感じ。もういいよ。おはようございます。そういえば動物着ぐるみは調達しましたで、調達しましたけど、なんか1回目ミスって、なんか支払いできてなくて遅くなっちゃった、届くの。でももうすぐ届くはず。配達状況は、あ、もう発送されてるのですぐ届きそうです。機能発送されてますね。早く届いてほしい。
18日か、早い。え、10月早い、無理。もう今年終わるじゃん。10月1日何してたっけ。え、サマー公演9月11とかじゃん。え、1ヶ月やば。え、待って、佐渡の観光の1日交通安全大使も9月30。え、早っ。1日はおしゃべり会だ、農業行ってスケボーも回したりしたり。そか、今月はおしゃべり会が結構あったの。10月の勝つばみ30でしょ。でフェスあって、長岡のスナッフルフェス、埼玉で公演してラーメン部のロケして、さすがにラーメン部のロケはこの前だよね。あ、よかった。いやでも早いわ、もうすぐ1週間経つ。意味わかんない、意味わかんないよ。嘘だよ、これ時空が歪んでるよ、飛んでる、頭抱える。え、今年終わるの？別にいいけどさ、年取りたくない。別に勝手に月日が流れていくのは別にいいけどさ、その代わりに年を取らなきゃいけないのがさ、嫌なんだけど。神様、永遠の17歳でいさせてください。ココアを水のように一気飲みした。ごちそうさまでした。朝ごはんちょうどいいわ。やっぱ昨日の3本は食べ過ぎてた。1本でちょうどいい。もう苦しいもん。いやー、そりゃお腹苦しいわけだ。昨日美味しすぎて、久しぶりに食べたバタースティック感動しちゃって3本食べちゃった。パン食べるのがさ、あんまないからさ、どれぐらいでお腹に溜まるのかちょっと調節が分からなかった。コミフェスもう10日前。やばい、怖い。楽しい現場ばっかりだったね。おはようございます。そう、今年今月だけでフェス2個あった。10月なのに。誰もありがとう。今年はフェス多くて最高だった。ココアとスキッスティックパン買いに行きます。バタースティックのくるみだよ。くるみあんま売ってない、コンビニで売ってない気がする、スーパーとか。ココアも美味しい。ココアだったな。ありがとう。わかんない、なんかありそう。わかんないけど、ファミマってパン充実してそう。温泉行きたいな。クリームスティックの6本入り正解。トカチバタークリームスティックの6本入りです。初見です。喉の痛みと熱で寝込んでいます。辛いね。それなのに見てくれてありがとう。伝えてくれて。そういうのはやっぱり人に共感してもらうのことって大事だから、言ってくれてありがとう。喉の痛みと熱はコロナやないかい。安静にしてください。スーパーかな。コンビニであんまパン見ないな。セブンのいちごジャムマーガリンコッペパンだけは本当にもう信者。ノエトめっちゃ食べてたな。なんかノエトコンビニ行った思い出めっちゃあるんだよな。ノエがめっちゃ食べてた時期。ノエ本当にその高低差すごかった。食べる時と食べない時のなんかもう別人格。
恐ろしいほど食べるときと、食べようって言ったくせに全然食べないやんってときがすごくて楽しかったな、青春だったな。ノエといた、ノエと行ったコンビニ、コンビニはしごして肉まんはしご旅したな、食べ比べ旅、セブンファミマローソンで、デイリー山崎、ポップ焼き蒸しパン よくつらい、あれ美味しいよね。なんかポップ焼き、本当のポップ焼きの方がうまいやんって思うけど、なんかどっちもどっちで美味しい。蒸しパンの方は蒸しパンでなんか甘くて柔らかくて美味しいし、ポップ焼きは屋台のポップ焼きは間違いなく美味しいし、黒糖の感じが、5年前のローソンのパン企画もです。5年前なんだ、やば、子供が生まれてから5歳になるぐらいの前なんだ、すごい月だな。もう生まれておぎゃおぎゃ言い終わって言葉しゃべるようになって、ママパパ言い始めて、ちょっと反抗期になって、妹が生まれてお姉ちゃんになっていい子になってお手伝いとかするようになって、保育園通い始めて友達できて同会して年長さん手前でになったぐらいか、5年間って。すごい、その5年間 NGT にいた。それは成長できるわ、5年間できたかな、5年間分の成長。不安になる、8年やってて8年分の成長ちゃんとできてるのか。かんのコーンスープが恋しい季節、はい、私ももうデビューしました、つぶつぶコーン食べまくったの、あの時ファンの人ちょっと体重と増量してそう。あのコラボすごかったよな、ローソンにでっかいポスター貼ってクリアファイルとかグッズも出して、クオカードもあったね。クオカードまだ使ってないかも、 NGT のオムライスパンね、美味しかったよね。おばあちゃんいまだに冷凍してる。今のはどんなパンをプロデュースしたい、その頃はオムライスパンで炭水化物をもう全部詰め込んでパンもご飯も麺も一緒に食べれるみたいな、オムライスパンの生地の中にチキンライス入れてみたいな、すっごいカロリー高かった、若かったなあの頃考え方も。今だったら何かな、菓子パン最近ちょっとお腹厳しくなってきたんだよね。塩系がいいな、ちょっとしょっぱいパンがいいな。塩使いたい。塩と、うわあ、ちょっとひねり入れるとしたら。海苔の佃煮バター、海苔の佃煮塩バター、絶対うまい、合わなそうだけど絶対うまい、食べたら海苔の佃煮とバターと塩、しょっぱいけどパンは甘いのでご飯欲しくない、結局炭水化物。いやでも海苔の佃煮はしつこいか、ちょっと普通にバター塩バターはめっちゃシンプルだったわ、塩バターチーズとかシンプルにどうですか。難しいね、新しいパン考える。私は映えよりも味です、欲しくなる味を作りたい、みんながひねって
すごいめっちゃ欲しい。 AKB48 チームス8推しでしたが、うーん、解散なんだ、下から NGT48 に推し変しました。嬉しい。なんかエーターさんすごいさ、 NGT にちょこちょこ来てくれる方多い感じてるんだけどさ、うん、嬉しい。私の配信イベントも応援してくれたし、魔法のとんがり棒ありがとう。フランスパンでありそう。確かに固めのパンだったら美味しそうだな。あ、固めのフランスパンだったら海苔の佃煮バターも美味しそう。新潟っぽいパンはランチパックさんともコラボしててさ、いろいろなメニュー考えたよね。なんか今考えてすごいな。またそういうコラボメニューいっぱいやりたいな。でもそれを今はさ、コラボメニューコラボして考案するだけじゃなくて、 NGT が作ったお米を使ってもらって、おにぎり屋さん三角と丸さんに使ってもらったり、今年はじゃがいもを使ってもらってカレーっていうメニュー出したり、本当にここ最近少しずつ活動が増えてきて嬉しいですね。味美味しいカレーです。またああいう企画できたらいい。やりたい。ファンのイベントなんて、ファンの人と一緒にパン食べたよ。あれ神部すぎたな。机4つに1人に当選者6、7人一緒の机で一緒にパン食べた。作って食べた。とろろ昆布クリームチーズまた食べたい。え、マジ美味しいよねあれ。既存のブランドメニューになってもいいぐらい。でもな、次もしやるとしたら変えたいからな。え、でも海苔のつくだにありだな。海苔のつくだにバター醤油とかパンでもご飯でもいいやん。海苔のつくだに食べたいだけやん。佐渡の海苔のつくだに美味しいじゃん。観光応援公式サポーターっていう名前のおにぎり、思わず佐渡に行きたくなるキャッチコピー。佐渡は何があるかな。海苔の佃煮にお土産で買え、おにぎりに合わせるとしたら佐渡ののどぐろ。おにぎりみんなで作ってギネス記録。 NGT 何でもやりすぎじゃない。すごいな。おはようございます。佐渡さん、でも海苔の佃煮はお土産で有名だしめっちゃありな気がするな。佐渡に行った時のお土産のお供にっていう紹介もできるし、袈裟柿はむずいな。ヌレクチェ、イチジク、あー、オレンジ難しいな。パンには使えそうだけど、あ、カニね、エビね、高そう、イカね、ブリね、カキね、海鮮だな。酒、イゴネ、団子、牛乳、ブリカツ丼、あ、佐渡のブリカツ丼のおにぎりもいいね。変人もっこのソーセージ、へえ。変人もっことは佐渡の方言で頑固者。
面白い。なんでそうなったの？気になりすぎる。変人もっこ、頑固者のこと変人もっこって言うんだね。なんか面白い。プリカツね、やっぱノリの作りだな。味噌とかもいいな。おどうだよな。でも海苔の佃煮は出てた時期あったと思うけど、サルの海苔の佃煮とサルバター、え、絶対これにしよう、絶対私これにしよう。サル観光応援公式サポーター、で上に金箔のせて、あ、おにぎりはちょっと割れ目作って、あの同流の割とイメージ。握るの大変、クモじゃなくてちょっと穴開けてこうやってって、そこに金を仕込んで、え、めちゃ面白いけど絶対大変。1万円です。佐渡金山の金が詰まってるから高くつけます。1万円、さすがにぼったくりました。419円でどうでしょうか。4月19日。値段設定はちょっと実際は大人が考えるんであれですけど、え、でもあれだよ、佐渡じゃない、あの何て言ってたっけ、あ、そう、この前もおにぎり食べたけど420円ぐらいのおにぎりあって、普通のは200いくらとかなんだけど、300とか、420円のはめっちゃ大きくて、卵黄肉そぼろっていうのでっかい、高いやつはでっかいこれぐらいのおにぎりになってて、だから三角と丸さんにそのぐらいの値段の設定のもあるんですよ。419円、420円とかだった気がする。どうもありがとうございます。おはようございます。え、ちょっとどういうの、ワレットの形したおにぎりいいな。この感じの形で割れたおにぎりで、この中のここに金箔を入れて、味は佐渡の海苔の佃煮と佐渡バター。はい、決定。作る側絶対に大変、ただでさえ人気で忙しくて、はいはいはいなのに、はいはいからの割れ目作って金まぶしてやんなきゃいけないんだよ。作る人によって割れ目の金返す、確かに面白いじゃん。ゴミ袋、このゴミ袋を出した時にさ、ちょっとずつ袋がバンってなる瞬間めちゃくちゃ怖い。物神みたいに親子にするとか。2個、
ちっちゃいの同期のね、すっごいな大自然。佐渡の大野亀は NGT が未完成の未来1枚目のアルバムを発売、アルバムのジャケ写撮影で、みんな風が強すぎて目がこんなになってます。マジでみんな漏れてないです。アホちゃんぐらいかな、あんまり変わってなかったのが、漏れてるっていうかそのままだったの、それがみんな別人。景色はめっちゃいいけど、ほんと風強くすぎて顔作れなかった。え、佐渡で桜坂 MV 撮ったの、やば。佐渡観光応援公式サポーター狙ってる。一緒にやる、一緒に紅白出れるかな、そしたらNGT と桜坂佐渡でコラボ。おはようございます。もう10時だ、10時になったらさすがにやめます。さすがにみんなの時間もあると思うので、さすがのさすがに。今日ビス最終日、頑張れ頑張れみゆ、頑張れみゆ。すごいシーンの時も応援してくれて、すごい会うたびにお疲れ様ですレイちゃんって言ってくれてて、本当にいい子で、今回そんなみゆが、まあ、イベント参加中で今日が最終日なんですよ。みんなみゆに星投げしてください。夜は私からもお願いです。見つかんない配信、ビスのバナー見つかる？すごい、ずっと1位キープだよ。あ、2位までか、私この間違え、すごい第1位ミュウミュウ。でも2位の子がずっと近くにいるんだね、これね。3位は、3位から結構泣いてる。1位2位が結構ギリギリ競ってるんだね。みんなでキラキラ投げよう。キラキラ光るお空をまばたきしては、みんなを見てる。ライバーにギフトを送ろう。ミッションな、ギフト自分のとこには送れないもんね。オーダーで応援しようは意味わかんない12時15分、12時45分と6時からラスト。そう、なるほどね。すごい1週間頑張ったねみゆ、公演もしながら。えらい、ちゃんと濡れてるのかな。でもやっぱ星投げ3週あるこれよりはもう本当に全然違う、正直言って全然楽だと思う。体力的にはね、金銭的には厳しいけど、
当にすごかったな、チームも本当に嬉しい、みんなありがとう、大地何度でも言う、ありがとう。お部屋の掃除しなきゃ、なんか何からすればいいか分かんない、資料が溜まりすぎて。楽しかったね、楽しく終えれたよね、改めておめでとう、ありがとうね、改めて。新さんのモデル頑張ります、楽しみにしててね、新の可愛いお洋服明日までに見つけたいみんなとお揃いにするって約束なので、やっぱ夏に比べてちょっと太った気がする、めっちゃ楽しみ。じゃあスクショタイムしよっかな。ちゃんがマイクでごめん。必ずまた呼ばれますよ。出たい出たい、楽しかった、あれまた今年できたらもう今年本当に幸せすぎる。ツインテール久々に、明日ツインテール、しょうがないな、お揃い公演いつにする、え、まず買ってからじゃない、え、私600回いつ31日、26、31やばいな、激アツ、真の商品多分ギリギリ届くかな、明日頼んだ、新潟より早そう、関東の人とか、今の予定なら31時、仮装あんのかな、聞いてないよ、600回やばい、楽しみ、お祝いのケーキあるかな、600回って結構すごくない、知らないよね、絶対大人の人たち、私が600回公演頑張ってることなんて嬉しい、楽しみにしてるね、あの人がお祝いおめでとうって言ってくれるの NGT で初、それに近い人はやっぱマリナとかなのかな、スクショしますか、スパタースティックでもスクショしたけど10時に終わりになるので終わりにします、皆さん今日もいい一日をお過ごしください、ありがとうございます。
その次まだツグなんだ。いやツグ強かったもんな。ツグが卒業してなかったらもしかしたらツグだったかもね。ありがとうございます。じゃあランキング読んで終わりにします。髪の毛暗くしてないよ。なんなら落ちた、ヘッドスパでめっちゃ落ちた洗浄されて色が変わって暗く見える現象かも。違う色だから落ちて美容室行かなきゃ。13位からじゃあ読みますね。13位、すごいランキング いつも見ない方嬉しい。サトリア Z だってる。ありがとうございます。12位、アリフ48エクスロー。なんでさ、私はさ英語弱いのに英語ばっかりなの読めない。見てる48さん、ありがとう。11位、ケッタさん、ありがとうございます。10位、リビエラさん、ありがとうございます。みんな外人さんここまでケイタ、リビエラさん。9位、ビッグラブクさん、ありがとうございます。8位、ユーマロさん、ありがとうございます。7位、リックン、ありがとうございます。6位、イチタさん、ありがとうございます。5位、ヌックン、ありがとうございます。4位、タケメグさん、ありがとうございます。3位シューちゃん、ありがとうございます。2位セージレナさんがとても心配ですさん、ありがとうございます。1位アカシツさん、ありがとうございます。ありがとうございました。またね、バイバーイ。ありがとうございます。見てくれてありがとう。朝からこちらこそ、イエイ、伸びからのピースでした。ありがとうございました。遊びに来て2時間やってました。また今度来てね。パン買ってきて、トカチのバタースティックのくるみのやつね。ありがとうございました。またね。